リームチェイサーです。今回はこちら、サンリオのびっくり卵、大きなキャラボム、そしてバスボールを集めてみました。新作たくさんあります。一緒に楽しんで見ていきましょう。では前列から開けていきます。こちらサンリオキャラクターズのエッグバスボール、これ初めて見たんですけど、前からあったのかな。入浴剤の中から、ね、卵型の中に入ったマスコットが出てくるんですけど、ラインナップはハローキティ、ポチャッコ、マイメロディ、シナモロール、クロミーとなっていて、どれが出てきても可愛いですね。入浴剤はどんな香り？こちらはフラワーの香りになっています。ということはピンクですかね。開けていきましょう。チョキ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 。あ、ピンクでもなーい。なんか薄いピンクみたいな。なんかカプセルの中に入ってるっぽいですね。続いてはポチャッコのバスボール。こちらシークレットがあるのでね、ちょっと狙っています。アイスクリームの香り。中から出てくるマスコットは、ポチャッコ A、ポチャッコ B、ポチャッコ C、ポチャッコ D、そしてシークレットですね。シークレット出るかなー。ポチャッコ確定なので、好きな人にはたまらないバスボールになってます。真っ白の入浴剤ですね。まん丸バスボール、はい。そしてこちらはバットバツ丸のバスボールです。黒い入浴剤になってるので、これは別で溶かそうかなと思ってます。石鹸の香りです。どんだけ真っ黒になるのかな。中から出てくるのは、ノーマル、笑顔、キラキラ、ハートのいずれか一つのバットバツ丸。光るタイプですね。プルプルした感じの音がします。音、食感がします。ちゃんと光ってくれますように。やばい、なにこれ。初めての色。これは黒くなりそう。やばいやつだ。真っ黒っぽいですね。やば。すごいな、これ。すごい。いや、もう本当に未知。はい、そして、バットバツ丸と同じタイミングで発売されたこちら、ポノポノプリンの光るポンポンプリンが入ったバスボールになっています。はい、こちらはプリンの香り、今ですよねって感じですね。中から出てくるのはイエロー、ピンク、ブラウン、ゴールド。ちょっとゴールド気になりますね。出てくるかな。大きさ的には、あ、バトバツ丸より一回り小さめというか、こっちはまん丸って感じですね。これもプルプルした感触があります。はい、続いてはこちら、ピックル卵お風呂タイムマスコットになります。シークレットはマイメロちゃんっぽいですよね。これ一回ね、シークレット出てきたことあると思うんですけど、まあ何回でも嬉しいので、シークレット出てきてくれたらな。アワーアリトルツインスターズも気になるけど、マスコットはラインナップ全6種となっていて、アヒル、ハローキティ、アワーワポムポムプリン、お風呂シナモロール、アワーアリトルツインスターズ、お風呂マイメロディー、シークレットとなっています。ピンク色、いちごの香りの入浴剤。まあ、ビックラ卵の色って感じですね。結構濃いめ。ビックラ卵は大体こんな色してますよね。はい。はい、そしてこちらはユニコーンパーティーになります。シャボンの香り、水色の入浴剤です。はい、ユニコーンパーティー、どれも可愛いです。中から出てくるマスコットは、ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロールとなっています。今日は誰かな？みんな可愛いですよね。おー、綺麗な水色。はい、ラストは大きなキャラボムです。誰が出てくるかな？キティちゃん欲しいんですよね。石鹸の香り。こちらも水色の入浴剤になります。中から出てくるマスコットは、キティちゃん、シナモロール、マイメロちゃん、クロミーちゃんの赤ちゃんバージョンになってます。はい。ここはね、なんと揃えられてるので、あとキティちゃんだけなんですよね。欲しいな。そう
みんなもこの大きさに慣れてきたかな。何度見てもでかいけどね。はい、大きな大きなバスボール。もう、比較にならんほど大きいですよね。誰が入ってるかな。はい、ということで今回はこちらの7つ、一気にお湯の中に入れてみましょう。はい、では行きます。まずは大きいビックラ玉から、そして同じく水色、ここに混じりがない白、あとピンクだったか。じゃあここからどう遊ぼうかって感じなんですけど、もう黒もね、せっかくだから一緒に入れちゃおうということで、その前にまず色の変化を楽しみます。黄色を入れていきます。ここは黄緑ね、あんまりこう変化ない感じかな。じゃあこっちにはピンク入れよう。あ、紫はあっという間に変わってくね。すごいすごいすごい。うわー、紫勢いすご。紫っていうかピンクね、ピンクと青の混ざりは早い。え、これに黒だったら、ちょっと深い紫っぽくならないかな。さあ、じゃあ運命の黒、いきます。ドボン。どうなる？どうなる？うおー、なんか、ほんとなんか、黒だわ。あ、でも黒って言っても、藍色っぽい感じだね。青い色素が出てきてる。真っ黒っていうわけじゃなくて、青黒っぽい感じ。あ、これ単体でね、溶かすと、まあまあ黒っぽい感じの色にはなったかもしれないんですけど、こうやって一緒に混ぜ混ぜすると、そこまで黒じゃないかもっていうか、出てくるの早。もう、一番最後に入れたのに、大きなビックラ卵と同じぐらいに出てきた感じかな。大きいビックラ卵、キャラボムも結構溶けるの早かったですね。初めに入れたとはいえ、大きいから溶けるの時間かかると思ってたのに。お、コロンと外れました。今回はマイメロちゃんですね。キティちゃん残念ながらゲットならずで、また探してきてみたいと思います。はい。あ、ポコッと出てきた白いカプセル？あ、そういうこと？見て、卵型になってる。そういうことなんだ。あの、卵のキャラみたいなやつですよね。じゃあちょっとこれから開けちゃおう。え、かわいい。あー、クロミちゃんだ。かわいい。やばい。はい、ということで、パカッと割ったら、クロミちゃん出てきました。クロミちゃんはちょっと透明っぽい感じのパーツ？プニプニっぽい感じに見えますけれども、意外とこれ硬い。え、かわいい！これかわいい！おでこのドクロもちゃんとありますね。尻尾もあります。こういうポイントポイントははっきりした感じの色味で作られているんですけれども、全体的に柔らかいイメージ、とってもかわいいです。真っ白じゃなかったですね。透明っぽい感じ。はい、そして、続いては、お、結構みんな出てきたね。こちらが椅子になりますね。大きなビックラ卵じゃない。もう何回間違えるんだってね、キャラボム。はい、の、こちらですね。はい、マイメロちゃん。ちょうどお座りして高さが合うように作られているのが、さすがです。とっても可愛いです。手にアヒルちゃん持ってるところもたまらないですね。いいですね。かわいい。お湯の色もやっぱり、ほら、紫っぽい感じ。で、白いのが多分濁るタイプの白だったんですね。なので、こんな感じの色になってます。はい、じゃあ、どこ行こうかな。バツバツまで行きましょうか。プニッと。結構、カプセルと同じぐらいの大きさ、小籠包、ちっちゃい小籠包ぐらいの感じで出てきてる。ハートのバットバツ丸が出てきた。これはかわいい。黒いけど中の光は見えるかな。おー、結構光る。これはね、男の子好きな感じの光り方かも。かっこいい。なんかこういう系ってかわいいって感じが多いんですけれども、このバ
とバツ丸の黒いお顔だからかすごくかっこよく見えます。はい、光り方は3種類かな。で、4回目に消える感じ、いいですね。はい、そうして次に分かる感じはこちらかな。お風呂のやつですね。リトルツインスターズのあわあわバージョンが来ました。かわいい。本当にお風呂に入ってあわあわしてる感じなんだ。ちょっとね、肌色が見えるのが新鮮。いつも洋服着てるからね。はい、ポッチャコは普通のかな。はい、右耳が立ってるので普通のポチャコ A ですね。まあ、見た感じ左なんですけれども、こう向いたら右だもんね。はい、シークレットは逆側の耳が立ってるようなので要チェックですね。はい、ユニコーンは誰かな。あなたは誰。あ、キティちゃん、キティちゃんだ、初です。キティちゃんのユニコーンスタイル、かわいい、かわいい。ちょっとこれ本当にかわいい、やばいね。ほっぺがちょっとピンクになってるところもとってもかわいいです。いやー、やばい。なんか黄色いキティちゃんってすごく不思議なんですけれども、いいですね。はっきりした色味でインパクトあってとても可愛いです。はい、そしてラストかな。ポムポムプリン、金色じゃない、金色じゃん、やった。金ってどうなのと思ったんですけど、いいですね、ポムポムプリン。では押します。あー、光った、よかった。バトバツ丸に比べてなんか縦のね、割合が少ないというか、ちょっとちっちゃめな感じなんですけど。ね、まあでも、ボムボムプリンってことに価値があるということで。他の色だと大きくて、金だから小さいっていうわけでもないのかしら。はい。こちらも同じように、3種類の光り方があって、4回目に止まる感じ。大きさだけ見るとバトマツマルの方がちょっと得した感じですよね。はい。でもどっちも可愛いです。やったねー。可愛いのゲット。はい。というわけで今回はサンリオのキャラボム、バスボール、ビックル卵を一気に紹介しました。いかがだったでしょうか？では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。